さ、これ好き。なんでそうなる？殺意がすごい。怖え。カニの気持ち知りたい。確かに。サワガニみたいやな。やめえや。これ好き。運命には逆らえないんやな。うまそう。うまいんかな。下処理しなくてもいいんかな。つかの間の逃走。天国から地獄、安心してからのこれよ。人生も同じだね。有能。これは救世主。頭いいな。いつもしているように手慣れたもの。仲間のために働くカニ。カニにも仲間思いなもの。俺もこんな仲間欲しい。お前がやるんだよ。できるかな。できるよ。カニにも仲間があるのに俺には。なぎなた受け止めてるの。草生える。前世武道家やろ。カニで武道大会できそうやな。強い。見切りが強い。何匹もカニを飼ってきたんやな。実力者やな。名のあるカニと見た。ネームドカニやな。助かる。身のこなしいいね。もしや知能あるな。カニでも度胸試しするんやな。迷惑行為だね。結果的に車を良かったね。車の動きを完璧に読んでやがる。迷惑行為やめえや。自給自足定期。下でもぞもぞしてるのは何？カニかカニを食べてカニを産んでるんや。増殖してるんでは。ホラーやな。ホラーなら亡霊。悪魔降臨かな。グロ。食い見ちゃう。やめられない。アイジャン。エビダンス。片腕ないやん。いいやつやん。仲間かな。カニでも友達がいるのに。恋人かな。人間より優しい。お前よりだろ。草。自分から言ってるやん。最初の慌てようはなんや。慌てんぼうやな。下処理したんかな。うまそう。いいんやったで。生きてるんかい。成仏してくれや。いい出しやったで。シュールやな。青かった。確かに珍しいな。しかも顔がついてるんやで。捕まえたらワイも取材来るんかな。こういうのは稼ぎ方次第やな。そもそもカニが見つけられないだろ。確かに。たまにあるドラえもんのシュールな場面やな。かわいい。プロディジーっぽい。カニさんかわいい。踊ってる。楽しい。こっちも楽しくなるな。カニって結構動くな。何度も見ちゃう。でもこの後生えてくるんだよね。シャコ？シャコでは。お双方は食料がもらえてカニも命がある。ウィンウィンやな。優しい世界。お双方は明らか殺すつもりだぞ。結果的に優しいからええんや。うまく挟んでやがる。中身人間やろ。カニって麺食べるんか。かわいい。これ見たらカニ食べるのきついな。すぐに忘れるやろ。こんなのは忘れんやろ。麺が好きな人間が転生したんやろな。逆再生定期。それ着脱できるのかよ。ゲッターオン。お前いくつや。見てなくても使うやつはいるやろ。ピガン。俺もこれやりたい。楽しそうやな。ポンポン応援ガニ。急ぎん着やな。これっていつからこうなんやろ。生命の神秘やな。応援団やな。チアガールやな。チア団子かもしれにゃん。男女に配慮やな。進化の過程を知りたいな。上島で見た。テレビで見るやつ。もう狙ってやってるやろ。ザリガニとどっちが痛いんやろな。体張ってるな。鼻ってやっぱり挟みやすいんやな。テレビの真似かな。痛いのは伝わる。かわよ。楽しそうに泳ぎやがって。カニって前にも進めるんやな。種類よっては前にも歩くぞ。カニが泳げるんか。カニが泳いでるってシュール。面白くないのにたまに吹き出すかもしれん。水位って泳いでるな。爆発しろ。これよく見てみ。別のカニだから。純愛定期。裏山。俺も恋人欲しい。いいなぁ。人生楽しそう。エンダーの声が聞こえる。これは怖い。ホラー映画が見ある。もうグロ映画になりそう。人類への殺意がすごい。宇宙からの殺戮兵器。食われるのでは。もう何人か人食ってるだろ。人を主食が人だろ。私の年収低すぎ。空っぽ可愛い。顔が平たい。もうドラクエのモンスターだろ。可愛い。愛嬌がある。これうまいんか。買いたいなぁ。多分大元に近いはず。矛盾塊ほんと好き。なんでこうなる。どうして。ほんと謎。どうやったらこうなる。これテレビ番組やったんか。普通に翻訳すればいいのに。めっちゃ大事そうにしてる。クソはロタ。かわいい。渡さない。バーベキュー派とかキッズかよ。未開封っぽいな。プラスチック捨てるなよ。カモがネギ背負ってきた的な。やっぱしバーベキューだよな。マスタードだろアホか。
すげえ。なんでこんな追いかけてきてんの。くさ、正直怖い。UFO みたい。エイリアンやん。海でこんなんついてきたらちびるわ。カニって早いんやな。俺より早いな。これは何や。引き込まれてんのか。ぺちゃんこか。人間は愚か。成仏してくれメンス。カニもびっくり。まだわからんやろ。楽しいかもしれんやろ。すげえな。殺してるのかと思ったら脱皮か。タラバガニだっけ。なんか脱皮したてのやつは殻ごと食べられる珍味だつって値段上がるんだろ。やっぱり体がかゆいかな。何がや。甲羅や。すっきりしたやろな。カニに痛覚あるんか。ダンディやな。わかってるんかな。妙に似合うな。何かと思ったらタバコか。火がついてるやん。カニって知ってわかるんかな。焼けそう。渋いなぁ。わろた。ふわぁ。1匹だけ浮いとる。気まずいなぁ。1匹だけ気まずい。楽しいかもしれない。楽しいとか空気読めないだろ。UFO に吸われたかと思った。静かちゃん困るやろ。いつも通りやろ。のび太に合ってるぞ。青が抜き。青髪やな。だが俺はレアだぜ。それはメカニックだろ。のび太はカニにもなるのか。修羅場かな。どっちがメス。それともオス。どれもオスかメスかもしれん。泡は相手はロタ。泡で威嚇してるやん。軽い威嚇やな。上がオスやな。かわよ。カービィやん。こんなキャラいなかったか。確かに。絶妙にいそうな顔だな。目がつぶらすぎる。うるうる。美味しいのかな。鬼畜かよ。ケスナーな確定ぬ。クソビビっとる。スベリーヌ。かわよ。えんか。腕がケージに挟まってる。人間と同じで指先から冷えるんやな。足先だけ毛がなくてしかも感染あるんよね。かわいすぎ。ぬくぬく肉球をほっぺたに押し付けるの気持ちが良い。キャワは。ぬくいんじゃ。トムとジェリーのアニメの爆発するシーンを見て、びっくりしてしまう猫ちゃんがかわいすぎた。にゃんわら。トム走り。最近のスクリーンは見る人に合わせて動くのか。ジェリーと逃げるタイミング同じで草。逃げ方がアニメの中のそれ。猫ちゃんには軽く PG12 指定作品。こんな猫いたら速攻でもらうわ。走り出す前にちょっと滑ってるのかわいい。すごく高く飛んだねー。ダメと言うと行きたくなる人。かわいい。かわよ。Y より賢い。Y だってこれくらいの漢字読めるし。こういうコロコロした柴犬好きだわ。とても飼いたい。むにゃ。電車ん中でニヤついたろかわいい。にゃあ、障子を変えることを放棄した飼い主。ぬっこ。他にも破った跡があるのにゅ。猫あるある。お説教コース。正しい障子のあり方。猫後の障子破りの欄であった。く、悪気はないんだよね。踊るの楽しい。かわよ。イッヌはかわいいな。ハエースっぽい。飼い主かわいくてたまらんやろな。バリバリに息合ってるのすごい。言われた通り踊ったんやから、はよおやつくれや。スピッツかわいい。見てると幸せになる。すっごい楽しそう。音符こっちまでウキウキする。できるよ。見事なパー。クリームパンみたいな手ね。ちょっぴり開いとるかわ。なごむ。良い動きだ。あら賢い。最高に可愛い猫って本当に賢いんだ。可愛い。チョキお願いします。やるのう、お主じゃが、チョキはまだできぬであろう。ほほ。猫は地球侵略に成功した地球外生命体だし。わあ面白いね。大変だ、捕まえなきゃ。可愛さと背景の汚さのコントラスト。目を覚ませ、僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。横にずらしただけだよ。可愛くてわろた。遊びに行くよ。目の錯覚ですね。いけるやん。ごめん、絶対無理だと思った。賢い。タイミングが大事にゃん。ジャンプまでが長い。こらおやつボックス物色すな。設定ここにあるの知ってるもんね。へ、日本足犬。取り込み出てきそう。中に誰か入ってるやろ。白いダウン着てる人だ。この美女身長いくつかな。ズボン履いてるみたいで最高に可愛い。猫って嫌いな人間はとことん嫌いだよな。思った以上に襲いかかってた。猫とは返せよ。殺意高くて草。首狙っとるやんけ。これは人殺してますわ。老兵の風格があるのなんでなんや。強い。
話し合おうとしててくさ。なんや？寝床いじられてキレたんか？それにしても飼い主にここまでキレるか？猫の攻撃そんな痛くないやろ。普通に病院行きになるで。深くやられると傷跡残る程度には強烈やぞ。あとたまに感染症なる。ここで噛んだらどうなるんやろ。手前の猫のリアクション完璧すぎてくさ。お前ら犬は優しいって言うけど猫も寛大で優しいんやぞ。キレてる定期。おっさんやん。無気力なだけじゃ寝なくタイミングさえ遅いし。飲んだくれやん。鬼畜猫。指刺されて泣いててくさ。この赤ん坊頭良くない？飼ったことある人はわかると思うけど猫が襲いかかってくる時の顔ってあるよな。目見開く感じか。耳が特徴的よね、襲ってくるとき。瞳孔開ききっとる。最近飼い猫のやんのかポーズとか SNS で見かけるけど、あそこまで興奮させるってよっぽどじゃねと思ううちの猫あんなんならんぞ。動物も性格それぞれあるからな。猫複数飼ってたときあったけど、サイコみたいなやつやら温和なやつやら様々やで。最後意識飛んでるやつ。ノックアウト。シュー。こんなんたまらんわ。近所の野良猫がワイにこれやってくるんだけど、なんなんこれ。発情期なんちゃう？撫でてほしいだけだぞ。たまにはワシャワシャやってやれや。